オス福地です。フルコンです。オス福地です。オス福地。オス福地。絶対おもろないやつ。なんかいいあだ名あります？あの文字にしたらオス福地っていうこの全部カタカナなんですよ。いや福地は漢字。いやオス福地。なんかいいやつあります？残念福地。何が残念？何の残念？やめてくれ。本日は、はいはい、テコンドーのエバタ選手。はい。2メートルぐらい、そうですね、198センチとか、はい、僕はちょっと不思議なんです。不思議というかちょっと思ってることがありまして、おうおう、テコンドーってほんまに強いんかなと。それ何強いんかっていうこと、競技として喧嘩として喧嘩でテコンドーって出し、空手もそうですけど出します、はい、出しません。出せへんでしょ。ローキックとか蹴りませんでしょ、はい、競技として、はいはい、テコンドーって強いんかな。どうやねんで、空手とテコンドー、空手の方が強いんちゃうと。ほんまにあの、はい、ザ・素人みたいなこと言ってますけど。で、今日は何がしたいんですか。いや、戦い戦い戦い、いつも戦いを求めてるね。戦い、はい、僕はあのちょっと予習してきたんですけど、はい、この安保ルキア選手となんかやったじゃないですか、はい、あれやばかったっすね。安保選手結構やられてた、ボディー効かされとったでしょ。やられてた、はい、あれ見て上でテコンドーは弱いと。じゃああれはテコンドールールでしょ。あれテコンドールールなんですか。はい、テコンドーベース空手ですから。僕はもう僕の土俵で行く。土俵で空手ルールで。空手ルールじゃん、もう喧嘩。あ、喧嘩、お前喧嘩したことないやん。喧嘩ルール、いつから喧嘩師みたいなとん。喧嘩見てたらやっぱ蹴りって軽いんじゃないのかな。はいはい、まあ、その辺もちょっと体験できたらなるほどいいなと思います。はいはいはい、またこっちどうぞ。すごいと思います。早速ちょっと登場して登場してもらいましょう。はい、じゃあお願いします。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 テコンドーの山田です。お願いします。身長がやばいね。これデコボコだけで。いやもうちっちゃい時からでかかったんですか。中学校3年生ぐらいで伸びましたね。グイーンと。もうほんと20センチぐらい。中3の時はいくつぐらいなんですか。中1の時僕160ぐらいなんですよ。いやそれでもでかいですよ。でかいです。160で、まあ、後ろから3番目に。はいはいはい、そうっすね。中3で188ぐらいいったんです。中3でですか。はい、どう、僕26歳まで伸びたんで。半端ない。98。はい、早速やっていこうかなと思いますわ。何やるんですか。喧嘩。喧嘩。テコンドーです、空手を。ああ、はい、先ほどあんだけボコボコに行かれてながら、はい、まだやるの。あれはまあ、空手やってないですか。ああ、テコンドー。僕の空手を見せます。おお、空手道いきます。おっすきついわ。ルールはですね、はい、お互いの技を出し合ってでも、テコンドーででも、さっき言わせてもらったんですけど、ポイント制じゃないですか。ポイント制です。そんなんやっぱり蹴り込んだりとか打ち込んだりとかっていうのはあまりされないんです。基本的にしないですね。そうですね。ただでもボディに限っては思いっきり蹴り込まないと点数にならないので、はいはい、やるんですけど、顔面とかは全然あのチョーンって当てるだけです。ちょっとミット、はいはい、ジョブトンチェックいいですか。大臣も出てはるし、はい、相当あれですよ。ボロボロになりました。いや、まあ、テコンドーキックみたいな感じですね。はい、よし、いきます。うわぁ。テコンドーです。ちょっと、福地知るわ。すぐ着替えろ。いやお前向けてきたと、お前ちょっとびっくりするわ。うわぁ。すごい。帰ろうか。帰った方がいい。喧嘩するんだよ。喧嘩さっき打ち合わせでテコンドーってやるんですよ。そう、あのミットで受けて打ち合わせで、はい、あのテコンドー大したことないなって言おうと思ったんですが、気のせいか。ちょ、もう一回言ってみましょう。もう一回はい、じゃあちょっと10割でいきます。今ちょっとチャンス、ちょっと10割でいきます。はい、違うわ、打ち合わせと違う。でも僕これ得意な蹴りじゃないんですよ。得意な蹴りあるんですか。得意な蹴りがあるんです。ザ・テコンドーならではの。はいはい、ちょっとどこ取ってきてよ。ちょっと取ってきてよ。楽しんできました。さっきちょっとフルコンチェックの方が。そう、フルコンチェックいるんですか。このままでこうやって間違えても顔面上がるさ。出てけない。帰ろう、これはほんまた。ちょっと逃げたかった。じゃ、逃げたけど、逃げても伸びる。逃げた。これあかんって。これあかんって。逃げる
これ脳みそまで来た。ゴーン揺れた。これはちょっと相手間違って企画運で言い直さないとちょっと危ない。本日はですね、はい、テコンドーを体験してみました。体験しよう。はい。ということで、こういう風にはもうできないですよ。オープニングからも。熊さんも時間をしてるんで。結果。もうやりましょう。あんまり知りすぎたら、はい、ちょっともっと怖くなっちゃう。そうですね、やろう。ちょっと知らないぐらいが一番いいかもしれないですね。もう知ってしもたけど強さをね。どっからでも顔切れないですか？どっからでも切れないです。自分の距離以外では感じることしかできないんですけど、例えばじゃあこの距離でも切れるんですか？この距離やったら何ですか？うわあああああああれ、今度も髪の毛なくなってるやん。大丈夫？はいはい、はい。蹴られるじゃないですか。失神したりもあるんですか？ありますね、やっぱり。やっぱそれはでもまともに当たったら、そうです。それも1本です。カウントして10秒以内で戦ったら試合終了です。おー、気がしんだ。よし、全国のファンの皆さん、はい、重い重い重い。師範の皆さん、代表で頑張ります。ここでね、今度が絡んでくるどっちから強いのか決まります。やがるからって気になくやる。それでは行きましょう。正面打ち合わせと違う。打ち合わせ違うね。空手のいいとこも出して、テコンドーのいいとこを出して、もう優しく終わりましょうと思ったら、フルボッコ。まさかのテコンドールールに変えられてた。いや、あのね、距離がまず入られ。だって、はい、開始5秒で上段蹴り、もろにもろてた。はい。なんかここないあ、両方ないや。そう先後ろやったけど、横もないやでしょ。ありがとうございました。ありがとうございました。喧嘩してました。いや、過去一素晴らしかったですね。ほんまにテコンドーをやっぱり舐めてたっす。舐めてたっす。それはマジでマジ。いやいや、蹴りがめちゃくちゃ重たいし、空手とかだったらパンチのカウンターとかは嫌ですけど、蹴りってあんまないじゃないですか。はいはい。その駆け引きとかすごくなってて、喧嘩どころじゃなかった。喧嘩どころじゃなかったよね。もうちょっと打ち合わせでは親子遊びでやろうっていう雰囲気だったの。もうちょいパンチョンえいそうそうそう思ったら、すごかったです。いやもう手掛けしてくれたんで。いやいやいや、ローキングとかね。いや、僕本気です。も全部本気です。これでもあれですね、青銅会館のあのブルーモンプラスとかチャレンジされたらどうする？いや、僕、そう、ポイント制やったら負けないと思うんですよね。そうでしょ。
大変に負けないし、いやいやいや、でも面白いじゃん、伝統博来とテコンドーの戦い、去年花車さんの伝統の選手出て、で今年はもうテコンドー出てもらって、はい、勝負みたいな。伝統空手は今回東京オリンピックあったじゃないですか。はいはいはい、あの選手とは何か出会ったことがあるんですよ、スパーリングを、はい、負けないです。負けない、伝統のルールでも全然負けない。そりゃそうでしょ、それはそうっすよ。あ、だってめちゃくちゃ強いっすよ。あのポイント、やっぱ蹴りのポイントが伝統ルール高いんで、あ、はい、当てないルールじゃないですか。はいはいはい、はい、寸止めみたいな感じで、喧嘩が相手間違えた、間違えた、喧嘩やったらボロボロされてる。いやいや、出直そう、出直しますわ。今度の人とは喧嘩をしない人、あ、来年テコンドーの人は喧嘩しない人。まあ、そこで始めます。江端選手のチャンネルでは、はい、バーチャルハイ、そうですね、概要欄に貼っておきますので、はい、頑張ります。福岡さんの方はテコンドーの素晴らしい足技を教えていただくのが多いですね。ありがとうございます。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ここで僕がもしやって過去全部やらせ可能性で、あー、そうですね。これちょっと伸びるよ、結構伸びるよ。